えー、では、えー、先日撮った、えー、日英の同時通訳の動画に対して今日はコメントを加えていきたいと思います実際に通訳をしてくれた麦さんとあと同時通訳者の三木さんがあ一緒に参加してくれますよろしくお願いしますよろしくお願いしますこれはあの TED の動画を使って えー、日本語から英語に、えー、ぶつけてドジツイしてみたものなんですけれども、まあ、どういったところが難しかったとか、まあ、あの、面白い、あの、表現だとか、単語だとか、通訳をする上で、こう、特有の,あのいろんなチャレンジとかがあると思うんで、そういったところもお話しできればなと思っております。では、えー、っと、早速う動画を流していきたいと思います。最近いろいろ、recently, we hear I heard some s o m と sad n e ことはつのとして、私たちのことは、私たことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たことは、私たちのことは、私のことは、私たちのことは、私たちとたちのことは、私たとは、私たちのことは、私たちのことい私たちのことは、私たちとは、私ことに私たてことは、私たちのことは、私たちのこなは、私たちのこかは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たのことは、私たちのことは、私たちのこのは、のことの s の e i n g yourself a の、ね、s o m e t h の n り precious is obvious, and so people people り o n t n e e り to tell you to love yourself. あ私まずそもそは、なんだけど、この人の喋り方っては、構の分通訳しやすかったよい、ね、なんか間をなんとなくこう入れてゆっくりこうしゃなん知こうペースを取り合いは、私の知ますよね。そうですね。ただ私個人的には結構このペースは、この知り合いは、私の知り合いは、私の知り合いは、 っていうのも確かにあの間が入るのでこう追いつきやすいというか、うん、ペースを保ちやすいというのはあるんですけどちょっとわからないことが出てきちゃった時に、うん、勢いに任せてこうなんて言うんでしょうね、まあ、ごまかすって言って表現悪いですけど、うん、その目立っちゃうんですよねこっちがわからなくなった時とかが<ー>なのでそこはすごく訳しやすいようですごく神経使うペースでもありますね<ー>個人的には。 なるほどね。なるほどねまあ、なんていうか、こうあの本来はあの王道で絵え訳役者するんだけれども、そういうなんか二次的な、こうなんていうか、こう、負荷が、心理的な負荷があるってことね。そうですね、心理的な負荷はありますね、うん、このぐらいのペースは。うんうん、ちょっと続いてみましょうか。はい、あちょっとその前にいいですかはい。 なんか最初はマルコさんおっしゃったように割と訳しやすいペースなのかなって思って聞いてたんですけれども、はい、最後のところでこの人が「自己愛」あ、じゃないごめんなさいと「我が身が可愛いんというのはって始まったじゃないですかそこってやっぱり待たないと訳せないのかなと思って実際に麦さんは「それは自命のことで」って言った後ではって追いついてきたんですけどその辺麦さんどういうふうに考えて普段普段も含めてこれも含めてやってらっしゃいますか 多分この時はそうですね多分待とうとちょっとあの普段私待つの結構怖くてあんまりできないんですけどこれは待たないとちょっと分からないと思って多分ちょっと勇気を出して待ってみてで幸いあの待ってちゃんと悩みを理解できて追いつけたのでよかったんですけど怖いですよねやっぱり待つのって結構リスクもあるのでなので普段も。<laughs> 普段普段も待つときは結構勇気出して待ってますね。そういうときってメモったりはしてますかメモったりするときもありますね余裕が。余裕があればメモるっていうんですかね。うん、メモるときもありますねうんうん、うん。なんか待った結果、<の>結局使わずにそれを捨てることになったみたいなのあるよね。 うん、捨てざるを得なかったみたいな、<laughs> 戻<れ>も戻れなくなったみたいなね。待った結果分からないっていうのが私、結構あって、<laughs> そうすると待って沈黙だったのに結局、あれよく分からなかったってなっ,てったら、最初から頭から訳しておけば、まだよかったのかもって思ったりすることもあるので、難しいですね三木、はい、さんどうい、どうやってますか、その待つ、待たないとか、メモを取るとか、どういう戦略でいつも望んでますか。 私はもう待つのが怖すぎて、結構もうバンバン出しちゃうんですね。で、その結果、まあ、行ける時もあるんですけど、良くないのがあるとすれば、この我が身が可愛いって言った時点で、それを多分、loving yourself とかなんかそういうちょっとふわ、<laughs> すっごくふわっとした感じで、訳してしまって、で、その後、続けた後に辻褄を合わせるために、ま、その待つべきだった分をもう一回言うみたいな。あー うん、それは僕もそうですね、とりあえずもう出しちゃって、後からこうこうつなげるみたいなで。出しちゃった結果、結局その出したのが何なのか分からなかったみたいなリスクもあるし、実際そういうこと多々あるんですけど、もうそこはいいかな、特にさっき、無りちゃんが言ってたように、こうスピード感があるスピーカーだと、そこらへんをこう紛らわせることができるっていうのありますよね。そうなんでですよねで まあ、ただこれは自分もちょっとできれば避けたいなと思っていてっていうのはそうするとこの通訳の言ってる文字数っていうかの方がスピーカー本人よりも大き多くなってしまってその結果麦さんみたいな落ち着いた通訳落ち着きが失われてうん、うん、<laughs> しまうっていうのをちょっと自分では感じていてこれ A 日でも実は結構やってしまうんですけど私なるほど、まあ、全部言ってはいるけどなんか つめつめしてるるなななみたいほど、ね、まあそこいいポイントですよねその落ち着いた感じをこうよくまとまった感じを優先するのかこうエフィシェントな通訳を優先するのかそれとも活気があってこうあの言葉数が多くても何て言うかあのどん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 こう進んでいくようなスタイルの通訳を心がけるのかっていうところですよね。 選べるなら麦さんの方式行きたいですけどね。私は選べないので自分方式になってますが。待ってもうちょっと進めてみましょうか。はい。し人間は利己、えー、的なところがある。But human beings can be selfish. 自分の思い通りにしたい。We want to get our way. しかし何もかもがうまくいってるから、<But S 2> じゃあそういう曖昧なことができるかと。言うと way, can you またちょっと違うところですね。That may not be the case. どちら自というとに、は自己のが語り自のに、私た自のは自殺のナチシズムみたいな自じのために、私たちは自殺のために、私たちは自のために、自殺のために、私たちは自殺のたちょ自とのために、私たちは自殺のために、私たちは自殺のために、私たちは自のことに、私たちは自殺のういう人がいれ自どのために、私たちは自殺のために、私たない自殺のために、私たちい自殺のためち自のに、なります自殺、ね、のために、私たちは自殺のために、私たちは自殺のために、私たちは自殺のために、自のは自っのりめを自の自の自の 辛いこともあります。You often, you

そうですね、思ってたより、確かに拾えてましたね。ねねなんかこう、うん、圧力なかったよね今のところこれ私、私、ミキさんとマルコさんにぜひ、どうしてますかっての聞きたいんですけど、今のチャンクでもちょっとあったんですけど、この登場人物が何人か出てくるじゃないですか。その例えば自分で鏡、みん,んみ,あみんなとか。あ家庭的な創造人物 この中で何か例えば自分で自分のこと鏡を見ててあ自分鏡で自分のことを見ててあ俺,俺のこと大好きだなって言ってて邪魔しないでくれよって言ってとかなんかそういう何か私それがすごく苦手でそこをそういう部分を訳すのがこうそうなんですよなんかみんなから嫌いって言われたとするとか何て言うんでしょうねうまく説明できないんですけどそれこそあの 名前っていいですか、ね、あのマーケターの。はい。もうよく。こういう感じで話すと思うんですけど、はい、そうです。ジェイ。なんか、例えば。こう。はい、let's say that you are doing this and this and なんか you。 you and you tell your clients なんとかなんとかなんとかって言ったりしてで自分その you とクライアントとあと場合によっては他の人物とかもいたりしてレ、うん、ンダーとかうん、うん、そのいろんな登場人物が出てきた時の英語の you が日本語で誰に当たるのかっていうのをまず頭で整理して、うん、そ,その整理しながら訳すのがすごく 苦戦すするんですよね<ー><先>それはもう頭の,頭の中での,その関係図みたいのがごちゃごちゃになるってこともですしあっていうよりは誰視点で訳すのが一番分かりやすいんだろうって思っちゃうっていう感じですね。そのあなたがっていうべきなのかじなんて言うんでしょうねごめんなさいうまく説明できないな。 別に普通に今みたいに言うでいいんじゃないの家庭的なそういう話って。そうですね。あとなると英日なんですか言、ね、うか愛で、ね。そうですね。なんか、A うん、英語か英日ですね。すみません。多分私苦戦,<ー>特に苦戦するのは。英語で、U、英語だと言うが出てくるもんね。そうなんですよ。うん、で、その時に言うって日本語にした時に。<laughs> まあ、まあまあまあ、なるほどね。確かに私、えっと私。 がこうだったとしましょうって言えるかもしれないし、あなたがそうだったときどうしましょうみたいな言えるかもしれないし、もしかしたらある人物がみたいな三人称で語れるかもしれないとことだよね。そうなんですよ。はいはいはい。そこは考えたことあります、ミスちゃん。あります。えっと今聞きながら麦さんがそのの質問がまず英日なのか日英の場合なのかどっちなのかなって思って聞いていて、私思うによくその英日の翻訳はやらせてもらうんですけど。 やっぱり You だったり They だったりそういうのが必ずしもあなたとか彼らではないんですよね。You が私になる時がそれがいい場合もあるしもう They があなたになるのがはまる時もあるし結構めちゃめちゃなんですよそれ。なので <laughs> 逆に日英の場合はそのなんて言うんですか ね、英語の方が日本語よりも書がはっきりしている言葉だと一般的には言いつつも、うん、実は使い方に関しては英語の方が結構ざっくりな気がしてそのなので日本語で聞いててえその彼らって誰のことってあんまりないと思うんですよね。うん、今のこののこさんの話でも まあ、確かにちょっと登場人物は多いけれど誰がどうなったのって分からないっていうほどではないと思うんですよ。うん、なのでそれを英語にするのは割とこの本割やってもどれでもはまるんじゃないのかなと思ったりしました。なるほどね、逆に永日は難しいですよね <laughs> あのー、確かにあの日本語で「あなたあなたあなた」って言ってるとすごいこう翻訳文の匂いがしますよね。 あなたの逆にセールスレターとかはあなたって訳してっていうふうに言われますけどねあまり日本人が日本に日本人に語るレターとかであなたって言わないじゃないですかだからすごいあのあ英語から来てんだなみたいなのは僕はよく目につきますねま自然と話してあなたはないですよね、うんうん、確かにそうですね、うん、あ,あのなんていうかよくある なんだろうこうビジネス書とか自己啓発系の本の役所に出てくる感じがする。あなたに言ってるんだよってことですよね、うん。じゃあ進めてみますかまた。僕自身まあ人生の中で何度かそういうふうな必要性を感じがと感じたことがありますし。

When we are appreciated, when we do something good, we often feel that maybe I'm not such a bad person and feel reassured. But sometimes you may hurt someone or hurt someone's feelings or make them angry. And when I did that, I felt very disappointed about myself. And I felt that maybe I'm a cold person. So loving someone or loving yourself, maybe. 自分がいるときに自分がいるときは、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 ときは、自ときこ自分がいるときて自分がいときは、いときは、自分がいこときは、自、まあ、いるときは、自分がいるときは、自いこともは、自いるときは、そういう自分いるときは、自分いるときは、自分がいることいると自分がいるときは、自分がいると自分がいるときは、自分がいるときは、自分がと自分がいと自分がいるとなは、自分がとと 変化が必要はそれを考えているこは、いろいろな自分は、まあ、結構、あなたは、自分は、自分は、自 e は、自分は、自分はなんなかと、自分は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 、自分 a 自分は、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 自は、自分は、自分は、自分は、か分は、自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 は、自分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 は、自 っちの自分が本当だろうとこと Maybe I'm a good person, maybe I'm a bad person.、えー、Which one is the real me?、えー、自分がちょっと話してました。I, I started by thinking that all of them makes up who I am. 同時通訳するときに、なんかどれだけ、あのーまあのま一番最初話したことに近いんですけれども、なんていうんですかね、どれだけこうお近くでこう遅れないようについていくのか、あるいはこう意図的にこう貯めて、遅れていくのかみたいな、遅れていくっていうか、まあ貯めて、後でこうまとめて、リテンションしてみたいなところって、なんかポイントあるんですか、むりちゃん。私は た,めうんたまに仕事でものすごく早く話す方がいると最初はあの、まあ、ものすごく早くてかつちょっと複雑な話をされる方がいる時は最初はちょっと聞くんですけど結局あこれはちょっと聞いても分かんないなだとかあもう追いつけないなって自分の中で判断ができたら結構意識的に変えますね。ももうどどんんんちょっとと全部分かかなくてもとにかくてに ついていくことを優先にして聞こえたものをどんどん出していって、で、まあ本当申し訳ないですけど、リスナーの方に、役質を聞いている方に、あの解いう。解釈をちょっと任せて,てあのパズルを組み立ててもらうっていうやつです,ね,です,ね,しますね。もうピースは全部そっちに渡して、そうですね、組み立ててもらう。 なんかセミナー会場みたいなところにいて、同時通訳聞いてるときってあの、もちろん通訳聞いてるんだけれども、やっぱり視覚的な要素もあるから、意外になんていうか、あの抵抗感はなくって、とりあえずこういろんなあの具材を出してもらえれば、こっちで組み立てるっていうのを、そんな意識せずともあの、参加者の人たちってやってるんじゃないかなと思うんですよね。で、通訳者が、いやー、もう全然もうバラバラでしたみたいなところでも、なんかこう、なんだろう。 こうまあ、いいなんていうか自分が、えー、いいようにみんな理解してくれてるっていうかそういうとこはあるんじゃないかなと思いますよ。確かにそうですね。私のそこすごくミキさんが本当に上手いなっていつもご一緒させていただいてて思うんですよね。そのセミナーとかってやっぱり今マルコさんおっしゃってたようにその場の雰囲気だとかやっぱりスピーカーが結構こうパッショネットに話してるのに通訳があんまりモノトーンに。 あんまりまとめすぎて話してもちょっと多分冷めるじゃないですか聞いてる方もでも美キさんってすごくなんて言うんでしょうねハキハキエネルギーのある感じで訳すんだけれどもでもやっぱりちゃんとまとまっててわかりやすくてすごくこうなんて言うんでしょうねその場としてこう馴染む場に合った通訳されてるなっていうのでいつもすごいなって思ってますあなんか褒めてもらったありがとうございます <laughs> <laughs> いつも褒められてるじゃん。<laughs> <laughs> いやどうかな <laughs> あはい皆さんは褒めてくださってて優しいと思ってます <laughs> その点どうですか <laughs> えっと2つあって2つかなそうですねまず1つ目がまあど,どうだろう自分では特にそれを意識しているや,やっているわけではないんですけれども今回のこのチャンコを聞いてて思ったのがそのこのスピーカーの方があんなことしてきたこんなことしてきたっていうふうに言った時に麦さんが「everything I did in the past」みたいな言い方をして ああ、やっぱこのうち月よねって思って聞いてたんですよね。私だったら多分もうそこまで考えず、<laughs> well, I did that in the past, I did this in the past. で、わーってもうそのまま、もうほぼな,ほ、ね、なんていうか同時のタイミングぐらいで、前後あまり考えず、とりあえずここは言うよみたいな感じで出しちゃうかなって思いました。それがいいときと、そうでないときと、 ままああからないいんですけどそれは思いましたねあのちょっとさっきむリちゃんが言ってたことに戻るんですけどあのあちょっと何言ってるか分かんないなって思ったらなんていうかとりあえず出すモードに変えるっていうふうに言ったんだけどそれって結局な本来であれば何言ってるか分かんないからしばらく聞いてそれでわなんか分かるように訳そうっていうのがまあ本来であればいいんだけれども同時通訳の現場であるからなんか。 5秒も10秒も沈黙があってはならないっていう必要性があるからやってるっていう部分もあるよねそうですね、やっぱりそこはなんていうんでしょうね、クライシスマネジメントというか、はい、そのもちろん正確に自分も意味を全部理解した上で、正確にきれいに出すっていうのがベストですけど、でもそれがかなわないときに、じゃあ、何を取って何を捨てるかっていうマインドですよね、うんうん、もう、訳す中で。ううううん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 、うん あ,のあとまあたまにあのなんかこうどなたが通訳者の音声を聞いてて思うのはあまりにもなんていうかその右から左に出しすぎてこの人自分でも何言ってるか分かんないんだろうなみたいな過度になんていうんだろう,こう文脈のない通訳本当にこにピースしかない通訳を聞くとあちょっとこの人をもうちょっとストーリー自分の中で持った方がいいんじゃないかなって思う時は確かにありますね。 確かにコンテクストそうですね私自身もすごく難しいなって日々感じている部分なんですけどやっぱりこう全体像も把握しながら細かい情報も正確に出していくっていうのが本当難しいですよねやっぱり日々の会話でそこまで意識して <laughs> 聞いたり話したりしているわけではないので通訳している時のその脳の使い方ってすごく難しいなって思います。<laughs> Okay. えっと、もうちょっと進めてみましょうか。またこのテーマは多分戻ってくると思うんで、ちょっととりあえず進めましょう。変わるのかということを考えました結あは対人関係の中でスしょうあなたは何を考えますしょうあなたは何を考えましょうあなたは何をあは何を考えなたはしなたは何まし 仕事の相手と喋ってる時にはシビアな顔であれ、今グランドマザーっていうのはどっから来たの私多分これ聞き間違いですね今なんて言ってましたなんか実家って言ってたのかな実家のおばあちゃんみたいなこと言ってませんでしょおばあちゃんって言ってたのかな多分かんないです麦さんのグランドマザーを私も拾って聞いたと勘違いしたのかもしれないです私もここ相手次第 場所次第なんですね。I 実家の高齢の祖母と喋ってるときに、私は僕はを知ってるときにくつろ、私はそれをているときに、私したれを知っているときに、私はそれを知ってましたねに、私でもここを訳してっているときに、私はそこを知っているときに、私はそれを知っているときに、私れを知っているときに、私はそれっていった気がするでもちょっいと自信がないでも<ー>いいや 行っちゃえと思って <laughs>。はいはいはい。あってましたね。あ <laughs> ってましたね。うん、第六感ですね。<laughs> 潜在意識でもうやってる。<laughs> 私でも昔、あの、通訳学,学校通ってた時に。あの、先生がおっしゃってたこと、すごく印象的だったのが。あの、ちょっと迷ったら。多分、これだけ、もう、プロで仕事してる人であれば、迷。っ たらもう本能に従えとおっしゃってた先生がいて、はいはい、多分それで肝に従ってそんなに大きく間違うことって多分ないから、迷ったらもうそのまま肝に従えっておっしゃってた、はいはい、なのでそれがうまくいったケースですね。確かにそうですね。確かにそうです。あの、すごいそれ。あのちょっとさっきの話に戻んだけど、その。 話の道筋みたいなものってやっぱあのすがるものとして必要で全く分かんないけれどもでもこの人はなんか今例えばえっ、ー、と車業界のトレンドについて話してるけれどもそれが好ましいものだと思って話してるんだろうなもしくは好ましくないものとして思って喋ってるんだろうなっていうこう判断が する余地があったとしてどっちかわかんなくて最後に結論が来るような日本語のスピーカーの喋り方だったりするとどっちかにこうベッとして話さないとそもそもやっぱりその話ができないっていう時あるじゃないですか,だからそこはなんかある程度もう自分でなんていうかこうインベストしてどっちかのこう文脈に話す時ってありませんあるいはそれって必要不可欠じゃない でそれがないとなんか背骨のない通な訳みたいになってなんかよあんまりよくないなって僕はよく思うんですけどあの。それって結構重要なポイントな気がしててどんな話であってもそのプラスの感情っていうかなのかマイナスの感情かっていうのって絶対ある絶対とは言えないかもしれないんですけどあると思うんですよ。<laughs> でそれがどっちなのかっていうのは私の中でかなり。 無意識かもしれないですけど気にしてます <laughs> ですよねかなんかどっち方向の話なのかとりあえず自分で作っとかないと話しようがないみたいなすごくそれ思いますやっぱりあの仕事でもビジネスミーティングでも例えば事前にクライアント側からブリーフィングをしてもらえてクライアント側のその立場こ,うこの件に関しては私たち側はこうこうこういうふうに思っててこうしたいと考えてますっていうのを 聞けけるだけでもう当日の現場でのパフォーマンス多分全然違う気がしますね。どっちに持っていきたいんだみたいなの最初分かってるとねそうするとす細部がちょっとあのブレたとしてもなんかさっきの先生の話じゃないけどあのそんな間違ったことにはなんないと思います。<laughs> もう単純に あ、これ100万円なんですねっていう文章があったとして、うん、それが高いと思ってるのか、たった100万円なんですねって、う全然違うじゃないですか。うん、で別に、それはど,どう訳してもいいといいいっていうか、100万円なんですねだったら、おう、oh,、it's a ンミ e million yen って訳せば通訳としては終わりなんですけど、うん、ただ、そこで、その、 高い100万円前なのか、安い100万円なのかっていうのは、かなりそのほかに、うわーって全部派生して影響しているような、波及して影響しているような気がします。ですよね。そうそうなんかそこは結構、あの重要というか、なんかこう、通訳する上での、なんか、なんか一番こう、実は重要なエッセンスなんじゃないかなと思ったりもしますが、続けましょうか。 仕はのは私は私は私はいは私ははシはアは顔は私はいは私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 はいはいは私はのは私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 はいは私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 はは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 は Loving yourself overall may be very difficult, but loving yourself when you are with a certain person may be possible. Maybe when you're with a certain person, you become a bad person, but on the other hand, you may be a good person when you're with some other people. And thinking about it that way is not very difficult. So let's think about romantic relationships. Let's say there are two women. まあ、ある人とまず <And S 2> 一方の人とデートに行って、ご飯を一緒に食べると。今のところ多分なんか何言ったか分からなかったんだよねどっちかがいいと思っているのか、両方ともいいと思っているのかみたいなところでね。私、ここも結構覚えてて、両方ともいいと思っているっていうのを聞き取れてはいたんですけど、<laughs> うんうん、なんか英語で I like both みたいなうに言うと、なんかどうなんだろうって思って、本当はダメなんです。な,な,ん,かなんか変か <何>なんか変に戸惑っちゃったんですよね。多分考えすぎですね。はいはい、で、今両方とも気に入ってって言ったんだよね。実際。言ってました。言ってました。了解。了解。で、まあ、ちょっと戸惑っちゃったから、そこは、まあ、こうスキップして、あのデートしたってとこから入った感じでね。今。そうですね。本当は。

And you go home and look back and say, "Oh, that was a good today was a great day." <laughs> and on the other, and the other woman, you like her too, but when you go on a date, sometimes there's silence. You're not very relaxed, and you don't feel You don't feel that you're very uh, cool. And the date doesn't continue. It sort of ends on the first date. So, which woman would? 今面白いなと思ったのは、あのまあ、ちょっとこう役はこう飛ばしているところが、まあ、終電に勝ち込んだとか、1軒目か2軒目かみたいなことを言っているところを、あの役必ずしも役しはいなかった、そこって意図的だったんですかというのは、すごい日本的じゃないですか、両方とも。なんか日本人の文化的コンテクストの中の話じゃないですか、2軒、うん、目も行こうとかさ、終電とか。そうですね、多分ここはあのその文化的な違いが。 あるので訳しても意味がないと思ってあえて訳さなかったと言えたらいいんですけど多分そうではなく単純にパッと訳語が表現が出なかったので <laughs> いいやまとめてしまおうっていう感じで終電,の <laughs> 終電に書き込むとかもなのでもうタイムフライズみたいなこと言ったんですよね <laughs> でまとめてあの1件目2件目、まあ、なくてでしたっけ <laughs> <laughs> っていうのもう1回目で終わりましたっいういう、はい、<laughs> <laughs> にまとめたっていう形ですね。 あの全然それは何て言うか支障はないと思うんですけどこれまた面白いトピックであの文化的な,、えー、なんだろう要素で外国人に行っても伝わすぐには伝わらないようなことって多々あるじゃないですか日本人が喋ってることとかでその説明が必要みたいな。うん あも,しくはもしくは同じように、なんかがアメリカ人がこうカジュアルに話していることをパッと訳しても、日本人ではなんかその習慣がないからよくわからんみたいなこともたくさんあると思うんですけど、それをどこまでストレートに短い左に出しちゃって、ああ、あれねみたいな、多分その洗練されたっていうかこうあの、そういうことに精通しているオーディエンスにはいいと思うんですけれども、そうでないオーディエンスには、そこもう言わない方が、最初のデートで終わったって閉じた方がいいんじゃないみたいな、そういう判断入ってきますよね。 確かにそうですね。そこ判断難しいですよね。その異文化感を出した方がいいときもやっぱり多々ありますし、でもそれよりもまあ意味を、そのエッセンスをこう効率的に伝えることを重視した方がいいときもやっぱりありますし、難しいですよね、そこは。ね、だからあえてなんか日本人はなんか終電に勝ち込むんだなとか。 ねあのまあ、世界の都市によっては24時間地下鉄走っている都市もたくさんあったりもしたりとかしてあと、まあ、電車がない都市もたくさんあるわけでそっちの方が過半数だと思うんですけれどもとか,なんか、まあ、2軒目3軒目ではしごするみたいな文化とかそういったことが、まあ、普通である日本のことをそのまま訳しちゃってああ日本はそうなのかっていうふうに思ってもらうのか、まあ、それともなんかそこはファーストデートで終わったんだよねで終わらすのかみたいなね。 こういうのたたくくささんんあありますよねいやいやいや、<laughs> そこまで考えてこれは言ってもわからないから抜いてあげた方が親切かもとかまでは多分私は考えられてなくって追いつけた場合はまあとりあえずそのまま全部出せちゃったら出して で、しかもオーディエンスのことも場のことも分かっていたら補足する場合もあるかもしれないです。本当はなんか通訳がどこまでその説明的なことを言ってもいいのかって結構場合によるし、あんまり言っちゃいけないのかもしれないですけど、うんうん、別になんかそういうのはありみたいな時であれば、ま、ただ終電の 説明はでできないですよねいや実は日本は何時に終電というものがあってその後過ぎるとどのうの,こうのみたいなそういうことはさすがに言えないと思うんですけどうん、うん、だしまあ終電ぐらいだったら別に行っちゃっても分かるじゃん多分。まあまあそうですねうん、うんうん、ですねまあそこも多分なんていうか通訳する上でのあの面白みというかさじ加減がこう発揮されるところかなと思いますね、うん、ちなみに麦さん冴えないのところでいろいろ考えたんだろうなっていうような間があったんですけど あ冴えない、冴えない,どういう、どういうところでどこでしたっけ多分考え、はい、考えてます。そう、なんかすごいわーって脳が動いてる音が聞こえてきそうでした。<laughs> <laughs> あ、なんか冴えない、冴えない。二人目の人と言ったら全然話も盛り上がらなくて、沈黙、はい、が続いたりとかして、俺って冴えない男だなみたいに自分で思ってみたいな。ああ、そうだですね。なんかアンクールみたいなこと言いましたんね、はい、私。なるほどね。でも確かにこれ、 冴えないもそうですしなんか冴えないとかあと嫌なやつとか難しくないですかなんか地味に英語にどう訳そうみたいな私ずっと嫌なやつを多分 bad person って訳してるんですけどなんか別に bad, bad なのかっていうのをずっと感じてて冴えないもアンクールノットクールなんだけどなんかもうちょっと。 もうちょっとしっくりくるニュアンスあるんじゃないかなと感じています確かに確かにちょっとしたねそういうこう軽い単語のところでぴったりくるのが全てでこないことすごいなんかジェネリックな言葉に落ち着いちゃうことで多々ありますよね。そうなんですよね。うん、でそういうジェネリックな多分これ訳してる時も特に嫌なやつをバッドパーソンってずっと訳してた時にもうとっさにそれしか思いつかなかったのでそうするしかなかったものの訳しながらずっと自分で気持ち悪いんですよね。<laughs> なんかあ

相手が好きだからということもあるかもしれません。だからその自分に楽しさを感じてその自分を生きることに生きがいを感じるからです愛とは誰れはそを好きにいることもん間違っていません。いのはそれを知っていることもあるかもしれません。 っていうかもう普通にここ人生論的にめちゃめちゃいいこと言ってますよね。話、うん、に引き込まれてしまって、うん。ここがなんかこう一番のあれだよね、ピナフルだよね。確かにそうですね、うん、盛り上がるところですね。うん、でもここ、こはい、うん、あ,あどうぞどうぞ。で、この後この結論を固めていくんだろうなって僕は思うんですけど。そうだと。あと3分かけて。<laughs> ちょうどいいあのあのあの配分ですね、時間配分的にも。なんかそういうのって感じながら訳してます。ちなみに、なんか、ああここが頂点で、ここからここがに入るんだなとか、<ー>私そういうのがすごくビッグピクチャーというか流れというか、今この前提の中でどこだみたいなのを見るのが非常に苦手な気がしてるんですけど、あのー、ここだなっていうのは僕はありますね。あここ、ここを強調するんだなみたいな。勝手に僕が作っちゃってる可能性もあるんですけど、 ここがあのコンクルージョンっていうか、一番のメッセージと取るとしたらここなんだなっていうところをは、なんか感じたりして、それをなんかちょっとこう強調したりはしますね。だからさっきのそのストーリー、こっちで作っていくみたいな部分にも共通するんですけれども、あ、これをちゃんと言ってあげたら聞きやすいだろうなみたいな、勝手に、まあ、なんていうか、僕が解釈しちゃってるところはあるんですけれども、ありますね。だからちょっとバイアスがかかった。

人間の関係を壊しりしまうこともあります喧嘩関係をしてしまうこともあれば、自別してしまうこともあるかもしれません誰かを失してしまうこしてしまうこと,あると思いますがもあれの関係を壊してしまうともあれば、自分の関係を壊こともあれば、自分の関係を壊てしまうこともあれば、自分の関係を壊してしまうこともあ自分を壊してしまこともあれば、あんなに自分い関係を壊してしまうあれば、自分の関係してしまうこともあれ自分の関係を壊してしまこともあれば、の関あの前だけだった Maybe you were only able to openly with that person and you were able to act stupid and be open because you were with that person. And by losing that person, you lose yourself as well. And I believe that is the sadness of losing someone. And the opposite is true as well. When someone tells me that they love me, I feel elated.

人間はそんな風に、えー、好きな自分っていうのを一つ見つけることにおそらく生きていくための足場というのができていくんでしょう。たくさんの人がいて、その中の何十パたくさんの人に自分を愛されないとなんだか生きていけない。今の難しかったよね。なんかんな足場、ん自分んこれから生きる足場を築いていくみたいなそこ難しかった。うん難しかったです。多分ここも。 詰まった覚えがありますね。打って。打ってなってるね。で、多分最初に足場って言われた私、フォトホールとか思い浮かべちゃうんですよね。でもなんかそういう使い方、このコンテクストで使う。建設現場の足場ね。そうなんですよ。でもそれって、こういう割り、こういう時に使っていいんだっけっていうのを、この時にうーんって考えて、まあ、そこからどっか行くだろうみたいな感じで。ちょっともう一回聞いてみましょう。はい。そういうのができていくんでしょう。クリエイト。 人間イクスキーの一つの意味で、私いうはの意は一つ見つのる味で、私たちは一つのためつの足場というのがで、きたいくんの意味で、私たちの意で、私たちはんつ、ね、の意味で、私たちの意たちは一の意味で、私ってい一のたは一の意味で、私たちはんつの意味で、私たちは一つの意味で、私たの意味で、私たちは一つの意味で、私のはのたは一つの意味で、たちは一つで、私たちは一つの意味で、私たたいな 階段よりはステッピングストーン的な,ンン的な感じだよねイメージだと思います、当時あ<の>。僕はこれ聞いてて、そのイメージがついたんだけど、そのもともとこの人が言っている足場っていうのは、それであるかもしれないけれども、あのさっきの工事現場の足場であるかもしれないじゃん、要するにファウンデーションみたいな風な解釈も取れるじゃん。 でそれは通訳するのはどっちでもいいと思うんですあ、どっちでもいいというか、いろんな通訳があると思うんだけれども、面白いのは、通訳を聞くことによって、なんていうか、あのこのオリジナルの言っ,たことして言ってる人のことの意味を、なんかよりこうあの踏み込んだピクチャーにしてくれる要素ってすごい通訳ってあって、なんかだから、通訳が言ってることを聞いて、初めて意味が分かるとか、イメージが浮かんでくるっていうことも多々あるんじゃないかなと思う例でした。 確かに日本語そのまま聞いてたら多分私足場でここ聞いてそんなに何とも思わずさらっと聞いてたと思います足を乗せるなんていうかあれだよねあの島だよねステッピングストーンは、うん、愛されないとなんだか生きていけないような気持ちになります Unless a certain amount of those people love you, maybe if that's school or workplace or whatever, but maybe you don't need that much. Maybe you only need two or three parts of yourself that you like, that you love. Then you can use that as your strength. Maybe five or six of those sides will be enough. Do you think to yourself, I only have three friends? Or do you think, wow, I have three friends that really love you? Mm -hmm. Loving yourself oh, doesn't simply mean looking in the mirror and saying, wow, I really, love myself. Saying, wow, I really love myself. It means that because there is someone else, you're able to love yourself. I believe that is the start of being able to love yourself. And that is why we love others too. かけがえのない存在としては。いや、そうです。Uh, あのすごく、なんていうかあの、きれいにまとまったエッセイをあの読んだような感じでしたね、このスピーチ。なんか、気象点でがあって、コンクルージョンがあってみたいな。で、コンクルージョンが明確で。めちゃくちゃいい話でしたね。 めちゃくちゃいい話でしたよね。<laughs> めちゃくちゃゃくいい話でしたよね <laughs> あと、通訳もほぼ、あのー、完璧ですよね、あのー。野球に例えたら、なんか、あのー、完投した感じですよね。0点か1失点か2失点に抑えた感じで、最後まで投げた感じ。いやー、もうちょっとじゃないですか、ノーヒットノーランぐらいは行ってない。完全、通訳っていっちゃうと、ね、ノーヒ,ヒットノーランはいかないけど、完封はしてるかもね。 うんどうでしょうねフォアボールは与えてるかもしれない。ヒットは打たれてないかもしれない <laughs> <laughs> そうこういうなんか野球のレフェンスとかって、例えばね、また話戻るけど、もう限られた国の人しか分からなかったりとかして、あと限られた国でも野球見ない人もいるから、例えばオーストラリアとかイギリスの人って、なんか。 野球のアナロジーを使っても分かんないこととかあったりするんですよね。で、なんかオーストラリアの,なんか、まああの外国人のビジネスパーソンの方が日本に来たときにいろんなところにこう会社行くたんびに日本人野球好きだからって野球ちょっと覚えてホームランということを覚えてそれはホームランだよねホームランだよねって言ってるのをちょっと今思い出した。<laughs> <laughs> でも自分はホームランとか自分の文化にはないんだけどそれをこうア,ダアドプトしてあのあの対応してましたね。 という感じであの素晴らししいい通訳だったんじゃないででょうか安定感抜群のやでもやっぱりこれ、まあ、どう評価するどういう軸を持って評価するかですよね本当にあのエッセンスを伝えるっていうことそのそういう効果を狙った通訳として訳すならまあ確かにさっきあの言っていただいたように、まあ、まあ割とできてたと自分でも思うんですけどす本当に細かい情報の正確さ を軸に評価するんだったら、まあ結構落としてはいたので、色々なこと丸めちゃったりだとか。なので、そういう軸から評価するとまあ、もっと減点できるされるところはあるのかな？っていうふうには個人的に思うので、なのでなんでしょうね。現場でもそうですけど、どういう効果を狙ってどういうそうですね。どういう効果、どういうそうですね。を狙って通訳するのかっていうのが、やっぱり大事だなと改めて思いました。 さらに減点すべきところとか今落としちゃったなみたいなところはもちろんそのセオリー的にはたくさんある教科書的にはもちろんあるし、まあ、学校とかでそういうのを追求するのかもしれないけど現場ではなんていうかそうした時にどういう対応をするのかっていうのも結構あの点数の。 ある意味、もっと大事な,なんか技術だったりして、そのとあに完璧なことができなかった時にど,どうやって傷つけるのかとか、うん、どういうランディングギアを持っているのかみたいな、そういったところも、まあ、加味してあの、実際の通訳師さんというのは評価されるべきだなとは思いますね。ミッちゃんどうでしょう、最後に何か。いやー ねえちょっと話に引き込まれたっていうのが一つあるのと、うんはい、まあでも麦さん本当に上手だなと思ってちょっと通訳をしてるようには聞こえないレベルで上手だなっていうふうに、んうん、すごい感激してます、ね、そうですねこれ本当にあにぶっつけでやってますからねあの練習一回見たとかでもないしもちろん練習もしてないしもう最初から聞き,聞きながらもう訳してるみたいな感じなんでそういう意味での。<laughs> でも、ちょっとま、この動画自体は確かに見てはいないんですけど、訳す前に、でも私、この平野さんのこの,あの似たお話は別の場所で実は聞いたことがあって、なので、訳しながら、なんとなく、あ、もしかしてあの話に共通してるのかなみたいな頭の中ではありましたね。なのでそ、そういう意味では、この動画自体は見てないんですけど、レファレンスポイントはあったという感じです。 それもなんかすごく現実、現実っぽいですね。っていうのは、その、<laughs> あの、同じクライアントさんでもちろん全然違う話してるんだけれども、レファレンスポイントは、そのクライアントの現場に入れば入るほど、いろいろついてくる、背景が分かってくるみたいなところもあるんで、そういった、まあ、あの、それ、例かもしれないですよね。うん、そうですね。OK。では。 うん、あ,のあごめんなさい1個最後に言うとすごくその似たような言葉でもニュアンスの使い分けも上手だなって思ってその最後の方で誰かに好きって言われたらやったーって有頂天になるけどあなたといる私が好きって言われたら胸に迫るっていうふうに言った時の最初の「やった」が「elated」って言ってまさになんかもう。 ウキウキして我を忘れるみたいな感じが出てでその後胸に迫るっていうのを確かタッチングって言っててあのその対比まで上手なのかよって思いました <laughs> あのイデーテッドは僕も思ってあのその時にそういう表現が出てくるってなんかもう英語力単に英語力の問題になるところも結構あったりしてもちろん日本語力もそうなんですけれどもに日視している場合は普段まあどのレベルでこう 英語喋ゃるかとか、パッとそういうボキャブラリーが自分のものにあるかっていう、I feel very happy で終わってもよかったところを入れてというのがパッと出てくるっていうところは、やっぱりそもそもの,あの英語基礎体力みたいなところに関連してくるんだろうなっていうふうに思ってました。ということで、<laughs> よろしいでしょうかこの動画はこれであの終わりにしたいと思います。ありがとうございました。みちさ,ん,さん,、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。